はい、おはようございます。永田です。今日はマキオンのニューガンダム視点。ニューガンダムね、かっこいいよね。パイロットがアムロということも相まって、ガンダムファンの中でね、この機体が好きっていう人結構多いと思います。そんな人気機体なもんだから、マキオンでじゃあちょっと使ってみよう、練習してみようっていうね、人もいると思うんですけども、まあこの機体ね、マキオンにおいてマキオンの3000コストの中で、まあ、超強いってわけではないんですよね。いわゆる強機体というわけではなくて、昨今の強い機体が持ちがちな、とりあえずこれこすっておけばなんとかなるみたいな、そんな武装は持ち合わせてなくて、本当に堅実に立ち回ってしっかり敵の着地に刺していくみたいな、そういう武装が多めなわけだから、ゲームをねしっかり理解してないと、まあ慣れてないとね、勝ちにくい機体ってのは、まあ事実なんですよね。まあそういうわけだから、さっき言ったね、ニューガンダムかっこいい、使いたいんだけどちょっと難しく感じちゃって、うまくね使えないやって人、まあいわゆるニューガンダムに折れてしまった人いると思います。いや、いてほしい、いてほしいってのもね、なかなか邪悪だけども、そういう人らがいないとこの動画は成立しないんだよ。まあ、つまるところ、今回の動画はそんなニューガンダムに折れちゃった人に対して、まあ、俺がねニューガンダム使う時にこう気をつけてる要素とか、まあ、使い分けてる要素とか、そこら辺を紹介できればなと思って作ったわけですよ。やっぱみんなもね、かっこいい機体使いたいわけじゃん。しょうがね、俺がここで一丁人の心の光を見せてやるとしよう。じゃあまあ早速、まあまず何より格闘チャージですね。ビームキャノンとミサイルの一斉射撃、まあ、ここからメイン射撃でキャンセルできるので、まあ、これはね常に貯めておきたいですね。常に貯めておいて、まあ弾幕張るプラス好きな時に降りられるよう。やっぱね、格闘チャージ苦手って人いると思うんですけど、まあ、このマキオンもそうだし、エクバ2もそうなんだけど、格闘チャージにね強い武装って結構当てがわれがちなんですよ。だからそろそろね、人類格闘チャージをみんな使えるようこうステップアップするべきだと思うんですよ。これに関してはね、コツというより本当に慣れだと思うので、頑張れとしか言いようがない。まあ、いきなりのっけから根性論なんだけど大丈夫かこれ。まあまあまあ、次の対戦以降もこんな感じでちょいちょいね解説を入れていこうかと思いますので、お付き合いください。あとね、その解説抜きにしても、今回の視点もう最近ね手前味噌の嵐で本当に申し訳ないんだけど、まあ、結構ねしっかり動けた完成度が高い視点だと思いますので、いやもうね、ある程度の自信がないとこんなこと言わないので、まあ、そっち方面でも見ていただければ嬉しいです。それでは2戦目の対戦を見つつ、今度は特殊射撃のニューハイパーバズーカについて解説していきましょうかね。これは確かエクバ2のニュー視点でも似たようなこと、てか同じことを解説したような気がしますが、まあ改めてさっくり喋っていこうと思います。まず前提として特殊射撃3種類あります。レバー N 特射とレバー横入れ特射、そしてレバー後ろ入れ特射の3種類ですね。それぞれ、まあ、同じバズーカを撃ってるんですが、弾の性能が違ったりします。まずはレバー N 特殊射撃、普通にバズーカを担いで撃つやつですね。このコマンドで撃つ弾の特徴は、まず弾速が速くて当たったら強制ダウンです。使い方としてはその弾速を生かして、レバー横後ろでは取れない距離で相手の着地を取ったりだとか、あとはその当たったら強制ダウンという特性を生かして、コンボの締めとかにね、まあ、さっさと打ち上げたいなって時はこれを使ったりします。でお次はレバー横入れ、移動しながらバズーカを打つやつですね。追加入力で2連射もできます。これはね、本命のバズーカの弾頭を当てるというより、その移動する関係で発生がちょっと遅いんですよ。だから足を止めないで弾幕を張りたい時で、後続にね格闘チャージを仕込んでさらに弾幕を強化してもいいし、まあ、そんな感じで使う技なのかな。そして最後はレバー後ろ入れですね。原作でもやった宙返りバズーカ、これね非常に便利です。3つのコマンドの中で一番発生が早いバズーカなんですよね。加えて近距離の銃口補正も結構強いので、まあ、その発生を生かした着地取りだとか、あとは近くにね寄られた、まあ、例えば格闘機とかに寄られた時はこれで自衛をしたりする。俺はね結構このバズーカに助けられることが多いですね。まあ、そんなわけで以上がバズーカの解説なわけで、今映ってる対戦はそのバズーカをしっかり使えたんじゃないかなっていう、使い分けうまくできたんじゃないかなっていう対戦なんで、まあ、そこら辺意識しつつ実況していきましょう。さてさて、状況は敵のガンダムデュナメスとのお見合いですね。疑似タイマン、ここは E 覚醒を博士スナイパーライフル2発受けてしまったが、覚醒が溜まってフィンファンネルバリアもあるが、バリア判定が出てくる前に敵のスナイパーライフルに撃ち抜かれてしまった。これは悔しい。だがここは強気に覚醒、
敵にフルシールドがないことが分かっているので横角度を出し切って、ここは強制ダウンの N 特者、そしてニューガンダムにかなり強気に攻める。しかしここは GN ミサイル、そして敵のライフル狙撃で落とされてしまった。相方の体力が非常に心もとないので、ここはデュラメスにラッシュをかける。ファンデングで敵を動かして着地を見定めて、後ろ特者デュナメスに直撃食らわせて終了。最後はしっかり発生が早いレバー後ろ入れ特殊射撃を選択できたのはイエスだと思います。お次の解説は覚醒中の恩恵についてですかね。これはニューガンダム初心者がねかなり見落としやすい、まあ各言う私も結構ね忘れがちなんですけども、この機体覚醒中になると様々な恩恵が受けられます。まずメイン射撃の威力がアップ、75から80になって、さらに射撃追加入力によってビームが2連射まで可能になります。そして射撃 CS の威力もアップ、120から140、単発かなり高火力になりますね。そして最後にフィンファンネルも強化が入ります。ビームの弾速誘導が強化されてヒットしたら強よろけになると。そんな感じでこの機体、まあ、F 覚醒とか S 覚醒のね格闘射撃強化の他にもまた独自に恩恵を受けられるので、しっかり把握しておきたいところですね。で、あともう一つ最後に伝えたいのが、この機体格闘が非常に優秀なんですよね。さっきから流してる視点の方も、まあ、しっかり振るところではちゃんとガンガン格闘振ったりしてるので、まあ、その中でも注目していただきたい格闘はやっぱり殿下の宝刀居合斬り後ろ格闘ですよね。この格闘の振りどころが分かればこの機体ニューガンダムかなり化けると思います。メインからキャンセルで出せて、そして発生もめちゃくちゃ速くて伸びるし、あと範囲もでかいんですよね。まあ、どれを取っても一級品の格闘なんで、自分も今回の動画で使うところではしっかり使ってますね。あとはその後ろ格闘筆頭に優秀な格闘たち、特殊格闘のフィンファンネルバリアも併用して強気に振っていったりだとか、今回の動画だったら F 覚醒も使ったりして、まあ、ガツンと試合をぶっ壊しに行くとか、まあ、そういう要所要所のね格闘も使い分けしていきたいところです。以上が俺が解説したいことかな。もう喋りたいことは全部喋ったと思うので、あとは各々にお任せしますという投げっぱなしをして、あとはじゃあ実況で埋めていきましょうかね。お相手の方がセブンソードスラッシュ G とエクシアですね。ダブルセツナといってもこの対戦かなり終盤、もうこれで終わりですね。早い早い。最後はフィンファンデルバリアをくっつけて後ろ格闘のこすり、まあやはりね近距離マジで最強レベルの判定の強さなので、まあ結構ねこういう状況になったら強気に振っていっちゃっていいと思います。さてさて4戦目フルで実況していきましょう。お相手リボンズガンダムとフリーダムガンダム、開幕は同じ3000コス同士、似たような声を出すリボンズガンダムに詰めていきたいが、まずは敵のファング攻撃もろもろ避けて、まあ、そこまで深追いをせずこの中距離戦をやっていきたいですね。しかしファンネルが当たってるように見えたが、そんなにダメージはもらってない感じのリボンズガンダム、そしてフリーダムガンダムとの疑似対マン、ビーム後ろバズ N バズとつなげてしっかりダウンを取って、相方はリボンズガンダムに前角度を当ててくれている。ここは一旦距離を取ってこのニューガンダムがやりやすい距離を作っていきたいが、リボンズガンダムに詰められる。敵の波状攻撃、まあ、なんとかバズーカを撃つが、まあ、痛み分けとはいかないかな。こっちが少々ダメ負けをしているが、フィンファンデルバリアガガは通してしまった。一応ね格闘属性も持ってんだよね、あのアシスト。しかし近距離のリボンズガンダムは後ろバズーカで迎撃して、しかしフリーダムの勝者をもらってしまった。なかなかにお見事。そして相方の方に行くリボンズガンダムにこちらちょいとちょっかいをかけつつ、ここはリボンズガンダムが覚醒、避けたかったがさすがに大型フィンファング、これは避けられない。だが覚醒が溜まっている、相方助けてあげたいが、その前に近くにいるフリーダムガンダムにフィンファンデル覚醒中なんで強よろけ、そしてビームを2発連射してダメ押しもしっかり。さあ敵の抵抗先落ちさせることに成功して、危ない状況だがここはフィンファンネルバリアがある。後ろ格闘から特殊格闘派生、最後ちょっと高低差的な意味合いでダウン追い打ちになってしまったが、後ろ格闘がうなる。しかしオーバーヒートになってしまった。だがバズーカでフリーダム迎撃、縦であがいてさらにいろいろとごちゃごちゃやりたかったが、さすがにここは落とされてしまうと。
リスポン1良かった N 特写で、まあ、しっかりね弾速の速いバズーカを生かしてフリーダムガンダム落とすことに成功しましたと。というわけで以上がマキシブーストオンニューガンダム視点でした。プラスアルファ解説もつけたよということで、いかがだったでしょうか。これでねニューガンダムに折れた人がまあちょっとね戻ってやってもいいかなってなってくれたら嬉しいかな。よし、じゃあこんなもんで今日の動画は締めさせていただきましょうかね。ご視聴いつも本当にお疲れ様です。次回の長田にもご期待ください。もう今深夜だ、早く寝ますこれ。